チャールズ・ウォルフは、オランダ生まれのアメリカ・オランダ改革派協会から、日本に派遣された第6番目の宣教師である。1840年に、オランダで生まれた。グイド・フルベッキと親戚であった。アムステルダム・ギムナジウムを卒業した後に、アメリカ合衆国に渡り、フルベッキが学んだオーバン人学校に入学する。神学校在学中に、アメリカ・オランダ改革派教会海外伝道局の、 フェリスに選挙師として日本に派遣してくるように懇願した。1870年にオーバン人学校を卒業するとアメリカ・オランダ改革協会より日本派遣選挙に任命される。翌年1871年2月26日に横浜に上陸する。同じ船にアメリカンボードのギューリックが乗船していた。横浜港ではジェームス・ハミルトンバラが 船内に迎えに来て、しばらくは、バラの家に泊まった。最初の2年間は、バラの教え子に英語を教えて、横浜で宣教と教育活動に従事する。また、サミュエル・ロビンス・ブラウンとバラの教会で説教をしていた。1872年の横浜のヘボン宅で開催された第1回在日宣教師会議では、ブラウン、バラ、ヘンリー・スタウトと共に改革教会の宣教師として、 出席した。1873年2月に、青森県弘前市の東欧義塾の初代外国人教師として招かれた。1874年1月には、契約が満期になり解雇され、横浜に戻る。横浜のブラウン宅での宣教師会議で、ゴルフは次に、長崎に派遣されることになった。ゴルフは、長崎のヘンリー・スタウトの下で、英語教育に携わった。 その時、東欧義塾の三代目英語教師のジョン・イングの公認にという話が持ち上がったが、イングが再契約することになった。その後、東欧義塾塾長だった吉川大二郎が名古屋の政府学校に赴任することになり、ウォル英語教師の誘いがあり、1876年に名古屋に移り、選教師を辞職した。1877年2月に、 愛知英学校が廃止されると、大阪英語学校、1887年からは、第一高等中学校、1886年から1896年、そして1901年から1905年まで、学習院などで語学講師を務めた。晩年は、東京青山南町に隠居して、1919年に横浜で死去した。ありがとうございます。